じゃあ、じゃあちょうど時間になったので始めます。午前中にリブレオフィスの、なんだっけな、TDF の話とサーティフィケーションとか、そういう話を、なんていうのかな、フリーディスカッションの前振りとしてちょっと話したんですけど、まあ、もうちょっと TDF について細かく見ていきましょうって話なんですが、この中でですね、リブレオフィス会議来ていただいた5月のって どのぐらいいるか、まあうちの身内はみんな聞いてるので、あ、同じ話してると思ってください、はい、で、ここのスライドですら同じです。僕は小笠原成彦といってリブレオフィス日本語チームで、TDF のメンバーで、あと個人的にはウグンズを使っています。で、昔プリンターベンダーにいたことがあって、結構オープンソースにおけるプリンティングっていう技術をしばらく追ってたんですけど、まあ、最近はほとんど何もしてないので、まあ、そろそろ引退かなという感じです。で、午前中は TDF に対して、メンバーシップとかサーティフィケーションとかあんまり話題にならないことを話し、普段は話題にならないことを話したんですけど、今日は、もっとシンプルに、今日はだから午後のスロットではもっとシンプルに、TDF ってどんなとこなのっていう話です。で、ただですね、僕は、まあ、TDF のメンバーとは言っても、まあ、あくまでも公式見解じゃなくて、まあ、正直な話、僕はすごい熱心なアクティビストではないので、僕の視点から見えているところということで、はい、あくまでもそういうところでご理解ください。で、ここのスライドは午前中も話しました。 TDF ザ・ドキュメント・ファウンデーションというのは、まあ、ドキュメント財団と日本語で 訳されるかな、訳されるっていうか訳すとしたらそうかな、あくまでも商標というか公式な名前はザ・ドキュメント・ファウンデーションというふうになってます。で、リブレオフィスの、バックグラウンドをやっておりまして、同じく姉妹プロジェクトとして、ドキュメントリベレーションプロジェクトというものの、サポートもしています。で、これもういいや、で、ここの話で、独立系自治団体であり多くのフリーソフトウェア支持者によって作られた同一法に基づく慈善法人、ちょっと役が硬いのは僕の鉄砲役なので許してください。で、オープンオフィス.orgコミュニティによって捧げられた活動の基盤に基づいて継続され続けています。午前中フランクリンが話してくれましたけど、オープンオフィス.orgのコミュニティというのは原則的にこうリブルオフィスに、まあ、継承されたというふうに、まあ、言ってよろしいんじゃないでしょうかということで、そういうふうなことになります。で、当然ですけどコアトラの価値観に同意し活動に貢献する全ての個人に開かれているよと。はい、で、企業の参加ももちろん歓迎ですと。コミュニティの中の、他の貢献者と平等な立場で、個人参加者もサポートするというようなことが、まあ、書かれております。で、ザ・ドキュメント・ファウンデーションにはネクスト・ディケイド・マニフェストっていうマニフェストがあって、これすごいいいことが書かれてるので、まあこれ会議で喋ったらまた同じなんですけど、もう今日も話そうと思います。まず一つ目が、まあネクストディケイドマニフェストの原文は英語、日本語でここで読むことができて、ここから、英語の原文も参照できるので、まあ、もしよかったら、日本語での文書名は TDF マニフェストって書いてあるのかな、だからそれでググっていただくと出てくると思うんですけど、はい、まあ、最初にだから我々はどういう立場を取って、それに対して対立する立場はどうですよって形で、なってます。で、一つ目が、まあ、全ての人々が無償でオフィスソフトスイートを利用できることにすることによって、パソコンやインターネットを使える人と使えない人の間に生まれる格差をなくし、21世紀の市民として市民参加で社会参加できるようにしますというふうになってますけど、まあ要はまあ、先ほど孫さんの話で何だっけ、政府が HWP をこうのファイルしか配ってないと、まあ、ビューアーは提供してるよって言っても、基本的にはそれを元に編集することとかっていうのはそのソフトを買うことができる人しかできないわけですよね。で、それはそのソフトが買える人間ばかりではないし、なので、そういう
ことによって格差が生まれてしまうのは良くないことですよということなので、これに対して、ここに、反対の立場としてはどこかの企業が、独占的に、オフィスソフトを出しているということ、これに対しては反対する立場でなければいけないと。でこれには自由な、国際的電子通信に対する事実上の課税であり経済対策者に罰金を課しているようなものですと。要は文書配っている、誰かが配っている、特にパブリック公的なところが配っているものを見たりするのに、お金払わなきゃいけないっていうのはちょっと良くないよねってことですね。はい、次が、次がいわゆる言葉の話ですね。全ての人が私たちのオフィススイートを母国語に、僕は母国語ってことも好きじゃないんで母語って言い換えますけど、母語で翻訳し、母語で文書化し、母語でサポートし、母語で普及ができるようにして母語の保護を支援しますと。で我々のように比較的いろんなソフトウェアベンダーが日本語で使うことを考えているという割と恵まれた国にいるとあれなんですけれども、世の中は残念ながらそうではない国というのは結構あって、要は典型的なインドとかが有名ですよね。インドって確か標準言語が26言語ぐらいあって、で当然それでは大学の教育とかがおぼつかないので高等教育っていうのは全部英語で行われてますよと。でそうするとオフィスソフトを使えるような人たちっていうのは基本的にはお金持ちなので、オフィスソフトを使えるような人間はイコール大学に行ってる人間なので、イコール英語で別に構わないよねっていうことで、英語版の UI でしかほとんどのソフトウェアはリリースされていないそうなんですね。で、そういうのはやっぱり良くないし、で先ほど孫さんがいろいろ言ってくれましたけど、やっぱり韓国っていうそのローカル、日本あるいは我々の前日本のローカルでやっぱり必要な機能とか、あとなテンプレートの話とかフォーマットの話とか、そういうものがやっぱり自然に使えるようになっていることが望ましいよねっていうことですね。でそれが、単一の言語、ここで言えば英語ですよね。英語使えなかったらダメだよって言われたらやっぱりもうなんか僕らとしては負けかなという感じなので、はい、やっぱりそこは頑張っていきたいなと思っています。はい、次ですね、オフィススイートのユーザーがオープンドキュメントフォーマットやオープンスタンダードを使って作成した文書の知的財産を保持できるようにします。でここはすごく重要なんですけど、リブレオフィスっていうのは当然オープンソースなんですけれども、それだけではなくてドキュメントフォーマットの ODF というフォーマットが、要は形骸化した標準ではなくてちゃんと維持管理できている標準であること、オープンスタンダードというのはそういうことですね。例えばなんだ、JPEG あるじゃないですか、 PNG でもいいですけど、で PNG とか JPEG っていうのはどっかの会社の持ち物ではないと思うんだけど、合ってるよね。で、そうするとどのソフトウェアも基本的にそういう、ものは使われるじゃない、元がですね HTML とかはそうか、どのソフトウェアも開くことができて等しく使えるっていうのはそういうことですよね。で、それに対して独占的なソフトウェアが、作っている独占的なフォーマットで、みんなが文書交換すると、例えばそのソフトの開発をある日突然やめましたとか、あるフォーマットの、バージョンが例えば、ぶっちゃけて言うとマイクロソフトのオフィスのフォーマットとかってバージョンが上がるごとにちょろちょろ書き換えられてるんですよ。なのでその例えば2016で作った文章を2010で開くことはできないとか、そういうことは普通にあるんですよね。でそういうのはいくらOXML が ISO 標準だからといってそれは実質的な標準ではないよねっていうのがいうことです。はい、で最後に、開発者たちが互いに評価し検証することが可能で、オープンで透明性のあるソフトウェア開発プロセスでこそ技術的な優秀な方が高く評価されますということで、リブレオフィスはやっぱり発足の時から、僕は発足の時にはリブレオフィスコミュニティにいなかったので後から聞く話ですけど、やっぱり開発者が
こう平等に評価されるっていうことをかなり目指しているので、まあ、開発者だけじゃなくて、まあ、コミュニティにいるいろんな人たちがそういうふうに平等に評価されるっていうことを目指しているので、開発の透明性とかオープンであるということはすごく重視されているという感じです。はい、でこれは組織の話ですね。でこれはアニュアルレポートって、まあ、年次レポートですね。TTF って当然ですけどきっちりとした統一法に基づく財団なので年次レポートってのが毎年毎年出てます。で今もそろそろ年次レポート書くからちゃんと書けよお前ら書け各チームのアクティビティ書けよって言われてまだ書いてないんですけど、まあ、書かなきゃいけないですね。でそれに載ってる構成ですね。 でその年次レポートは普通に公開されてるので皆さん当然読むことができます。本当はねこれも母語で読めた方がいいには決まっているんですが結構ボリュームもありますので申し訳ございません。それはちょっとご許しください。ですが、まあ、ともかくとしてこんな感じの構成になってて、いわゆるこれがボードオブディレクター、理事会ですね。理事会があって、その理事会を、選ぶのはメンバーって呼ばれる人たちです。だからみんなメンバーになろうねっていう話は午前中しました。でこのメンバーにみんながなれるかどうかっていうのを判断するのがこのメンバーシップコミッティっていうやつで、まあそうですね、あとは当然ここの投票とかの、扱いとかをこの人たちは監視する役割を持っています。はい、でそういう意味では、まあ、この3つの組織が、セットになってこうリブレオフィスを支えていると。でそこに対してアドバイザリーボードっていう、まあ、人たちがいて、アドバイザリーボードっていうのは言葉の通りアドバイスをする人たちなので、これは要は、まあ、スポンサーという言い方をすると分かりやすくはなるんですけれども、まあ、お金も出すしアドバイスもするけど何か特定の方向にこう話を持っていくみたいなことはできないっていう感じですね。はい、で、TBS Based on the Principle of Meritocracy って書いてあるんですけど、メリトクラシーっていうのはオープンソースのガバナンスの世界でよく使われる言葉で、成果主義っていうのかな、要は誰どこに所属してるじゃなくて何をやったかで評価されますよっていうことですね。はい、実力主義か、実力主義か、そうだ、ごめんなさい、うん、どっちが正しいか分かんない、ちょっとごめんなさい、なんか一般的な用語あったはずなんですけど確か実力主義であってたと思います、ごめんなさい。要はそうですね、なんかポジションとかで判断するわけではないですよということです。でさ、これも午前中のスライドでもう見たよって感じなんですけど、TDF ってのはじゃあ何をする組織なんですか、じゃあリブレオフィスを開発してるんですか。でこれよく言われるんですよ。さっきちょっと紹介した、子どもの科学のリブレオフィスの記事もザ・ドキュメント・ファウンデーションが開発しているって書かれてたので、ちょっとすいませんそれはやめてくださいお願いしました。はい、リブレオフィスの開発はしてないです。 TDF と組織は、あくまでもフルタイムの開発者を雇用することを目的とした組織ではないという意味で、 DF はリベルオフィスの開発はしていません。じゃあ何をしているかっていうと、リベルオフィスの開発を支援する活動をいろいろやっているという感じですね。はい、で、開発は個人または企業の開発者が担うよという形です。はい、まあこれを午前中に出したスライドですけど、お金の支援あるいは法務的に何かいろいろあった時の支援とかっていうのが一番大きな分かりやすい活動ですね。例えば会議もって書いてあるよ、やばすいませんここは直したつもりだったんだけど、なんかファイルが吹っ飛んだ時に履歴が巻き戻ったみたいです、すいません。今回のイベントとかも TDF からの交通費の支援を受けたりしてます。はい、旅費交通費だけじゃなくていろんなアクティビティにも、当然支援の対象になります。あとは、インフラの維持管理とか、そのインフラを維持している人たちをや、まあ、他の、なんだ、コミュニティの全体のためにはこういう人たちは雇用者としていた方がいいよねっていう人たちが、まあ、雇用されているという感じです。はい、で分かりやすいのインフラなのでちょっとインフラの例をお見せしますが、まあ
一番大事なものをここに載せ忘れてることを今思い出したんですけど、皆さんが一番見てる www.libreoffice.org っていうページ、まあ日本の場合は ja.libreoffice.org ですね、あのっていう要は LibreOffice そのもののページで、ダウンロードページとかいろいろな情報が載ってるやつ、あそこは当然 Rediff の重要、超重要なインフラです。でそれ以外にはあとブログとか Poodle っていうのは翻訳のためのシステムですね。あの翻訳をみんなであのなんだウェブベースであのいろいろやるというようなためのものです。あとはいろんなドキュメントとかを格納できるウィキ、あとはちょっとここら辺は僕の趣味が入ってるんですけど、開発者がここからタグると開発に必要な情報いろいろあるよっていうのが、デブセントラルってところにあったりとか、ダッシュボードっていうのが、例えばリベルオフィスって1日何個ぐらい変更が入ってきて、まあ、変更している開発者っていうのは何人ぐらいいて、でどこの組織が一番どこでみたいなことをなんか見せた方が早いですね。ちょっとお待ちください。まあ、ちょっとですね、こうイケてる感じの絵です。お、ここで開くか、お前。それはやめてください。こっちに来て、ピッてやって、あれ。あの、昨日の OSC に出ていた人は、エラスティックっていう会社さんが、入り口近くに出てたと思うんですけど、そこが出してるキバナっていうあのダッシュボードを実装するため のソフトがあるんですけど、正確に言うとそのキバナのフォークかな、グリモアラブ、グリモアっていうやつがあるんですけど、例えばよいしょ、オーバービュー、あれなんかちょっと遅いな、これでなんかいつもと見た目が違うな。まあいいよ。例えばなんですけど、あ、下の方か。ごめんなさい、ごめんなさい。これは誰が一番コミットしてるかみたいな感じですね。で、例えば、2年間で、これぐらいの変更のがあって、まあ何か2年間のうちに何かをやった人は344人ぐらいいて。みたいな感じですね。で日々のこれが、まあ、2年間ぐらいだとこんな感じで、まあ、山田にはあるけれども大体安定してますねみたいなことが見て取れるみたいなやつですね。はい、スライドに戻ると、で TDF のインフラについては、まあなんか今回別にインフラを紹介するあのプレゼンじゃないんですけど、 TDF のインフラについてはあのこのブログ記事がすごい面白いので、あの読むといいと思います。まあギリアムっていうあの TDF のインフラの担当をしている、まあ、何人かいるんですけど、 TDF の一番人数がいるチームはインフラチームかな、多分これですフルタイムの雇用者で、でその中 の、まあ、人があの今こういうことやってるよみたいな話を書いてくれてるので、あのインタビューで答えてくれてるので、読むと面白いと思います。ちょっといい面白い、あれとしてはステータス .documentfoundation.org だったかなっていうサイトがあって、要は TDF のインフラが今生きてるか死んでるかっていうのを一覧で見れるっていうのがあります。で死ぬと、アットマークリブレオフィスだったかな、要はリブレオフィスのツイッターで今このサービス死んでますってピッと飛ぶように今なってるので、例えばあの TDF の翻訳インフラのプートルって結構重いサイトだったんですけど、それがまあ意外とあのなんだっけ、重いっていうかなんか時々死ぬとかっていうことがあったんですけど、今だと死んでるとかっていうのが分かるようになりました。もう一つ、ドキュメントリベレーションプロジェクト、これあんまり知られてないので、ちょっとここで補足しておきたい、あのご紹介しておきたいなと思っています。リベレオフィスの姉妹プロジェクトってさっき言いましたけど、まあ、ドキュメント開放プロジェクトとでも訳すんですかね、日本語だと。はい、TDF がホストするもう一つのプロジェクトですと。で、主にプロプラなファイル形式を、オープンソースで読み込めるライブラリを整備することで自由な文書フォーマットに、文書を開放するということです。まあ、要はどういうことかっていうと、読み込みさえ、ね、読み込んであの例えばあの、まあ、
日本人で分かりやすい例で言うと1太郎にしましょう。1太郎のファイルがリベルオフィスで読み込むことができれば書き出しは ODF でできるじゃないですか。そうするとオープンドキュメントフォーマットは文章標準なフォーマットなのでリベルオフィス以外のファイルでアプリケーションでも読める可能性がすごい広がるわけですね。なので自分が作った文章っていうのがある日突然何かの理由で読めなくなるみたいなことをから救うっていうことでリベレーションって言葉を使っています。でもちろんドキュメントリベレーションプロジェクトの一番成果物の一番大きなユーザーというのはリベルオフィスなんですけど、例えばなんだっけな、さっきそうだったら KDE の標準のオフィスソフトのカリグラでしたっけ、カリグラかな、カリグラが、カリグラとかも、ドキュメンションリベレーションプロジェクトの、成果物を使ってますし、あとはインクスケープとかのソフトも確かフォローフォー成果物を使ってたと思います。はい、でそのような TDF を支援する方法、ここも午前中の繰り返しです。まず寄付ですね、寄付をしましょう。で寄付をしましょうの話は午前中しましたが、今はこう継続的で少額でもいいけど継続的な、1ヶ月コーヒー500円コーヒー1杯分ぐらいのお金をちょっとずつこう払ってくれるというといいな、いいんじゃないかなというふうに、なってるので、ご検討ください。であとは TDF のメンバーになるっていうことが、もう一つできることですね。はい、ということで切り詰めてしまったので20分ちょっとで終わってしまいましたけど、はい、僕の方からは以上です。何かありますか、コメントとか質問とか。大丈夫かな。じゃああれなんでじゃあどうもありがとうございます。ちょっと榎木さんに渡してしまいましょう。